Don't Look Back は、1967年に公開された D.A. ペネベーカー監督によるアメリカ映画。1965年のボブ・ディラン、英国コンサートツアーに同行し、その様子を記録したドキュメンタリー映画である。現代にはアポストロフィがない。1998年、非常に文化的、歴史的、美術的であるとして、アメリカ議会図書館のアメリカ国立フィルム登録簿に選出された。この映画では、時に傲慢に見えるほど自信に満ちた、しかしカリスマ的で、魅力に溢れる若きディランの姿を見ることができる。他に、ジョーン・バエズ、ドノバン、アニマルズを脱退した直後のアラン・プライス、マネージャーのアルバート・グロスマン、ロードマネージャーのボブ・ニューワースが登場し、マリアンヌ・フェイスフル、ジョン・メイオール、ジンジャー・ベーカー、アレン・ギンズバーグの顔も見える。映画のオープニングには、ディランがサブタレニアン・ホームシック、ブルースの曲に合わせ、断片的に書かれた歌詞を次々と投げ捨てるミュージックビデオのようなシーンが見られる。後ろで立ち話している人物の一人はアレン・ギンズバーグである。2007年2月27日、DVD リリースイベントでの D.A. ペネベーカー、現代のドント・ルック・バックには、ドントにアポストロフィがない。なるべく簡単な言葉にしようとしたと監督のペネベーカーが述べている。しかし多くの文献、資料でタイピングミスであろうとみなされDon't Look Backに修正されてしまっている。1968年にバランティンブックス社より写真と文章により書籍化されたものが出版された。デジタルリマスターされた DVD が2007年2月27日にリリースされた。2枚組のデラックスエディションには追加オーディオトラックが5曲、ペネベーカーとニューワースのコメント、サブタレニアン・ホームシック、ブルースのオルタネートバージョン、65リビジティッドと題されたアウトテイク映像が収録された。ありがとうございます。